視聴者の皆様、こんにちは。今回はクリスマスパーティーを主催したら、なぜかママ友全員から絶縁されました。と嘆くイッチのお話です。それでは、ご覧ください。ねえ聞いてくださいよ。ちょっとありえないことあったんですけど。おいっち、すれた意味もあるやつかな？クリスマスパーティーやったら絶縁って、そんなことある？なんだろうな、全員熱心な仏教徒だったのでは？違いますよ、普通のママ友達ですって。あ、でも一人はそうなのかな。でも、今までもサンクスギビングとかハロウィンとか、パーティーしてきたので。何？サンクスギビング？知らないんですか、11月にある感謝祭ですよ。逆にイッチは熱心なキリスト教徒なの？違いますよ、でもイベントが好きなんです。だから月に1回はそういう催しをママ友達としてきたんです。なんかパリピなイッチだな。こんなの、今時普通ですよ。そっか、でも今までそうやって仲良かったのに急になんだね。しかも、絶縁ってすごい言葉の重み。まあ、絶縁はちょっと持ったかもですけど。でも、クリスマスパーティーしようと待ってたのに、結局誰も来なかったんですよ。しかも、連絡しても誰にも繋がらないし、信じられなくないですか？ああ、それは絶縁って表現でも正しいかもしれない。なんでそんな風にドタキャンされたか、一致はわからないの？それが、全然わかんなくて。先週だってママ友で集まってご飯会してるのに、なんでなんだろ。そうか、それは急な流れだな。もう、そうなったらもはやママ友達が異常なんじゃないか説すらあるな。話してる分にはノリもいいし普通なんですけど。もう少しそのママ友達の話聞かせてよ。もしかしたらヤバい片鱗が今までもあったかもしれないしさ。ありがとうございます。私ちょっとバカだからわかんないこと多くて、一緒に考えてもらえると助かります。そもそもイッチとママ友達とは付き合い長いの？息子が今年小学校に入学したんですけど、その最初の保護者会で知り合ったんです。じゃあまだ数ヶ月の付き合いなんだね。でも、すごく気の合うメンバーだったから、すぐに仲良くなったんですよ。その保護者会から数週間後にはみんなでピクニックに行って、その後もバーベキューしたり海に行ったり、紅葉見に行ったり。すげえアクティブだな、疲れないの？疲れるなんてないですよ私たちに。みんなママって言っても、まだイケイケの人が多いから。ハロウィンの時なんてみんなでコスプレして、SNS にアップしたりもしたんですよ。なんかイメージできてきたなぁ。イッチたちはいわゆるギャルママ的な感じでしょ。ああ私はそうですけど、他の人たちは別に普通の見た目かな。私だけちょっと髪色ピンクだったりするから、目立っちゃってますけど。ああ、じゃあイッチについては想像通りのパリピだ。パリピっていうか、楽しいこと大好きみたいな。だから、イベントの度にママ友達にいろんな提案してるです。じゃあ、そんな風にここまでは仲良くやってきたんだね。そうなんですよ。だからほんと理解不能です。ちなみに前回のママ友会ではどんな話したの？そこに原因があるかも。そんな、別に大した話じゃないですよ。女性が集まってするのなんて、大抵何かしらの悪口ですしね。そんなことないと思うけど。その時は誰の悪口で盛り上がったの？それが、さっき話した仏教徒かな？って思うママ友です。なかなか身近にいないけど、何そのママ友は実家が寺とかなの？いや、そんなの聞いたことないですけど。じゃあなんでイッチは仏教徒だと思ったんだろ？だって、法事があるからクリスマスパーティーに参加しないって言うんですよ。絶対仏教大好きでしょ、ブッダラブでしょ。イッチ何言ってんの？何がですか？法事ですよ法事？普通パーティー選ぶじゃないですか。しかも、夫の姉の旦那の母親の葬儀って、マジ誰それ。そんな人の死よりもキリストの生誕を祝えって話でしょ。待って、これイッチ本気で言ってる？本気に決まってるじゃないですか、なんか変ですか？いや、普通は親族の法事を選ぶと思うよ、友達とのパーティーより。なんでだって、法事なんて何が楽しいんですか？違う違う、楽しみに行くとこじゃないからね法事って。個人を痛みに行く場所だから。ちょっとなんて読むのかわかんないんですけど。じゃあそういう時は葬儀に行くのが普通なもんですか？普通かどうかは人によるけど、おそらくそれが一般的かな。なんでじゃあもっと早く言ってくださいよ。それでそのママ友と喧嘩しちゃったのに、無駄じゃん。何？イッチ法事のことで喧嘩したの？だって、いろいろもう準備進めてたのに、急に法事でパーティー来れないって言うから、ノリの悪さにムカついちゃったんですよ。ノリって？だって、せっかくコスプレも交換用のプレゼントも用意してたから。私たちとそのわけわかんない女とどっちが大事なのって聞いたんです。やば、
亡くなった親族をわけわかんない女呼ばわり。だって引くほど他人じゃんその人。それでママともと喧嘩になったんだ。はい、なんかそんなひどいこと言う人とは思わなかったとか言うんですよ。逆にひどくないですか？逆でもひどくもないと思うけど。あれ、イッチ、その人の悪口をママ友の食事会で話したってこと？はい、今ここで話したテンションで。じゃあノリ悪いとか個人の悪口とか？だってその時はそう思ったし、てかぶっちゃけ今でも思ってますけど。それ聞いてるママ友達、イッチに賛同してくれてた？いや、基本真面目な人たちなんで、そういう言い方失礼だからやめなよなんて止められちゃいました。イッチはそれで反省しないの？反省？なんで反省するんですか？だって、悪くもないママ友の陰口そんな風に話して、しかも理解されなかったから。だって人の考え方なんて人それぞれだし、別にそのママ友達が正しいわけじゃないですもん。多分、私陽気なんですけど、そのママ達少し陰なんですよ。陽とか影とか関係なくない？終わりでしょう。だって私なんだって楽しめるもん。でもその人たち、コスプレとかもあんま乗り気じゃないこと多いし、多分、陽気を演じてるだけなんでしょうね。じゃあ一致は反省もしなかったのか。それが原因じゃない？多分それはないと思うんだけど。だって、その後も別にパーティーの打ち合わせとかしたし。イッチのめげない精神すごいなぁ、なりたくはないけど。人生楽しんだもん勝ちでしょ。もう頭はパーティーのことでいっぱいでしたよ。最後にママ友達とした話が、そのパーティーの打ち合わせだったってこと？ああ、確かにそうなりますね。そうです。じゃあそこに理由があるかもしれないなぁ。その時の内容聞かせてよ。でも別に普通のことですよ。当日はちっちゃいお店貸し切ってやるんですけど、そこでのご飯の内容とか交換のためのプレゼントの話とか、あとコスプレ何がいいかとか、かかるお金の徴収についてとか、こんな感じですかね。ちょっとさ、いくつか聞きたいことがあるんだけど。何ですか？私のコスプレならミニスカサンタですよ。興味ねえよババア、黙ってろよ。は？新宿歩いてたら今でもキャッチに捕まるくらい若く見えるみたいですけど。それはただの客引きだろ。違いますよ、風俗やりませんかって勧誘です。なんでそれが誇らしげなんだよ、むしろ恥じろよ。ごめん、俺が聞きたいことあるんだけど。すみません、だるがらみされてました。で、何ですか？まずさ、パーティーって誰かの家でやるもんじゃないの？店とか貸し切るのが普通なの？当たり前じゃないですか、ホームパーティーとかしょぼすぎ。せっかくなら美味しいご飯とシャンパン欲しくないですか？私も主婦だけど。普通に友達の家に食べ物持ち寄りで集まるなぁ。あれでしょ、スクールカースト底辺にいたタイプでしょ。急な悪口、かわいそう。あとさ、コスプレって言ってるけど、それ嫌がってるってさっき言ってなかった？嫌がってるっていうか、あんま乗り気じゃないって感じですかね。じゃあやめたらよくない？だって、普段着で集まっても SNS 映えしないじゃないですか。だから、わざわざ全員分のコスプレ用意したんですよ。可愛いの探すの大変だったんですから。聞いてて思ったんだけど、このパーティー果たして一人いくらなの？言ってもみんなで割りますからね。一人当たり5万円もいきませんよ。5万。一回のパーティーで5万。どっちですか？高いって反応ですか？当たり前だろ。どんだけいいパーティーなんだよ、政治家か。だって、1年に1回ですよクリスマスって。それくらい盛大にやったって良くないですか？でも、クリスマス以外にもイベントやってるって、さっき言ってなかった？まあ、そうですね。毎月必ずイベントは組むようにしてます。それらはさすがに安いんだよね、きっと。そりゃあそうですよ。だいたい2、3万くらいに抑えてます。抑えられてねえよ。溢れ出てるよ。だって、クリスマスよりは全然安いですし。比較対象が間違ってるんだって。私ママ友で集まったとしても、だいたい数千円で済むよ。底辺だからでしょ。一緒にしないで受ける。あれ、私の感覚がおかしいのかな。違う違う、おかしいのは一致だよ。というか、そんな高額のパーティーに誰も違和感覚えないようなグループなの？その時は、内訳とか、もう少し安くならないかとか言ってましたね。ほらな、どんな風にだよ、詳しく聞かせろよ。別にお店借りなくてよくないとか、コスプレ代は不要とか、プレゼントも低予算で持ち寄りでいいし、飾り付けも100均でいいみたいな。あれ、他のママ友達はいたって正常だった。そんなのみすぼらしくないですか？そういうとこケチるってマジダサいと思うんですけど。ケチるというか、それぞれ家計もあるからね。
今しか楽しめないことなんだから、全力で楽しめばいいのに。イッチは結局ママ友達の意見、受け入れなかったの？受け入れないってか、もう準備しちゃってたから。店も予約したし、コスプレも買ってるし、今さら帰られませんって、ママ友達にも説明しました。でもさ、イッチは逆に、よくそんなお金の余裕があるね。夫の稼ぎがいいのかな？夫なんて土方ですよ土方。別に稼ぎ全然良くないですって。じゃあなんでそんな羽振りがいいの？毎月の執筆楽ない？それは私がやりくり上手だからでしょうね。全然余裕です。ただ、これでわかったな。ん？何がわかったんですか？ママ友達に絶縁された理由だよ。絶縁？連絡つかないだけですよ。お前が言ったんだろ最初に。ママ友達は、一致ともうやっていけないと思ったんだよきっと。なんで？陰の者たちだから？そういうとこもだよ。どうせ一致のことだから、普段からそうやってママ友達のこと見下してたんだろ。見下すってか、ちょっとタイプ違うなって感じですね。いないとこでは悪口も言ってたみたいだしね。それに毎月やりたくもないイベントに巻き込んでは高額負担させる。やりたくもないって、でもやったらやったで、絶対楽しんでたけど。楽しんでなかったから、今回文句が出たんだろうが、そうして一致との付き合いが、もううんざりだったんだよ。いやいやいや、そんなことないでしょ。だって悪口だってその人の耳に入らないように話してたし、それが伝わるなら聞くるやつが悪いでしょ。イベントも楽しんでもらうためにやってあげてるのに、それに不満なんて覚えませんよ普通は。あのな、一致の普通は普通じゃないんだよ。はぁ？なんであなたにそんなこと言われなきゃいけないんですか？てか、こんな陰気の巣窟みたいなとこにいる人たちに、普通がなんとか言われたくないけど。なんだろうな、頭だけじゃなくて口も悪いし性格も悪いよな。あなたは顔悪そう。女性と付き合ったことないでしょ。俺は二人の娘がいる父親だぞ。うわぁ娘さんかわいそう。こんな父親で。イッチさぁ、そうやって手当たり次第に悪口言うのやめた方がいいよ。何いい人ぶってんの？マジぶったじゃん。はいはい、すんません、もういいです。とりあえず、いつまでもこんなとこいてもしょうがないから、ママ友に電話してみますね。お金だって払ってもらわないと困るし、少しはリアルの人間とも話しなよ。陰キャたち、じゃあまたね。そうして反省をしないイッチは、スレミンの言葉にも耳を傾けることをしませんでした。そして、イッチはそのスレから姿を消したのです。しかし、それから一週間ほど経った頃、またイッチがスレ立てをしました。あれから果たしてイッチはどうなったのか。気になるスレミンたちは、一旦そこを覗きに行くことにしました。前にスレ立てしたものです。覚えてる人いますかね？あの、クリスマスパーティーを主催したら、ママ友に絶縁ってスレなんですけど。うわ、まさか戻ってくるとは。どういう精神力してたら、このスレに来れるんだろう。精神力？なんで来ちゃダメなの？だってイッチみたいな陽キャ様は、こんな日陰の世界に不似合いかと。平気平気、私底辺にも優しいタイプのギャルだったから。あれ、嫌味とか通じない感じ？イッチバカだから、もっと直接的じゃないと聞かないぜ。何？何の話？というか、私が話し合ってきたんだから、私の話聞いてくださいよ。でも俺たちリアルの人間と話すの苦手だからな。大丈夫ですよ、私話すの得意だから。あのですね、実はちょっとめんどくさいことになってて。だから、なんか解決する方法とか聞けるとありがたいんですけど。どうした？脳みそ溶けたとか？は？そんなわけないですよね。いいから聞いてください。実はママ友達から、今お金たかられてるんですよ。こういう場合、警察に相談した方がいいんですかね？そうだな、私バカだから逮捕してくださいって自首しておいで。ねえ、ちょっと真面目に聞いてください。私だって困ってるんだから。だって、流れが想像できるんだもん。どうせクリスマスパーティーは参加してないから、お金払えないとか言われてるんでしょ？残念でした、全然違います。おい、お前は真面目に話せよ。すみません、なんか楽しくなっちゃって。それが、クリスマスパーティーのドタキャン分は、ちゃんとみんな払ってくれたんです。ドタキャンってことは、結局あの後ママ友達は参加しなかったのね。はい、何度か連絡したんですけど反応なくて。仕方ないからお店もキャンセルして、できる限りのものは返品したんですよ。ほんとめんどかった。でも、参加しなかったのに費用は払ってくれたの？すげえ、めっちゃいい人たちじゃん。いや当たり前でしょ。キャンセル料って普通あるもんだからね。じゃあ、たかられてるって何の話？それが今までやってきたイベントについてのお金を、
たかってきてるんです。何？遡って過去のやつを？意味わかんないんだけど。ですよね。実際飲み食いして、イベント楽しんでたくせに何を今更って感じですよね。まあ普通に考えたらそうなんだけど。イッチのことだ。なあイッチ、お前何やらかしたんだよ。うわぁ、なんか中学時代の担任もそうやって一方的に疑ってきたわ、キモ。しょうがないだろ、前科持ちなんだから。何もしてないんですけどね、まったく。じゃあ、ママ友達は一体何の分のお金をたかってきてるの？なんか、今まで過剰請求してきた分を返せって言ってきて。過剰請求？はい、実際にかかった額よりも多めに請求してるから、その差額をちゃんと返せって言ってきてるんですよ。ちょっと理解が追いつかないんだけど、一気は過剰請求してたの？過剰ではないですよ。普通に私の人件費分を乗せてただけです。え、例えば今回のクリスマスパーティーあるじゃん。一人5万円いかないくらいって言ってたけど、実際はいくらくらいなの？どうだろ。多分1、2万くらいかな。え、じゃあ一人につき3万くらい一気は猫ババしてたの？そんな、猫ババじゃなくって人件費ですって。だって、このプランニングにどれだけ労力かけてると思ってるんですか？お店探して、コース選んで、コスプレ探して注文して、プレゼント探して、めっちゃ忙しかったって話ですよ。いやいやそれでも取りすぎだって、どんな敏腕プランナーだよ。そんな褒めないでくださいよ。逆だよ、ほんと読解力ないな。聞いたことないよ、総額の 100% 以上請求するプランナーなんて。じゃあ一致は、今までのイベントの時も、そうやって上乗せして請求してたの？当たり前じゃないですか。だってそれが感じやる特権でしょ。私昔はサークル経営とかしてたけど、いつもこんな感じでしたよ。そんなヤクザみたいなやり方は、普通の人間はしないんだよ。出た出た、またあなたたちの言う普通ってやつね。ほんと好きですよね、普通って言葉。あまりにもそこから逸脱しているものを見ると、つい言っちゃうんだよ、ごめんな。ちなみに、ママ友達から一体いくら請求されてるの？なんか、みんなで協力して細かく調べたらしいんですよ。バーベキュー場のレンタル代とかハロウィンの時に使った店の料金とか、ほんと暇人の集まりですよね。そんで結局、総額50万を超える請求書渡されました。マジ笑えませんか？え、なんで笑えるの？だって冗談みたいな金額じゃないですか。払えるわけないし。でも、ママ友達冗談じゃないと思うよ。ええー、さすがにボケでしょこれは。でも一致、最初に困ってるって言ってなかった？そうなんですよ。なんかそれ以来ずっとしつこくたかってくるから。もしかしてボケじゃなくてマジなのかなって。うんマジだよマジ。リアルガチのやつだよ。ええー、でもそんなことあります？だって友達ですよ。楽しく遊んだそのお金を、後からブーブー言うことなんてないでしょ。まずね、一致のこと友達って思ってないと思うよ。人を見下す一致だし、友達だったらクリスマスもドタキャンなんてしないはずだよ。そうだな、どちらかというと詐欺師を刑事告訴したって表現が適切だな。何？よくわかんないんだけど。犯罪者を訴えてるってことだよ。なんで？私別に何も犯罪してませんよ。してるだろ、悪意を持って過剰に請求して私腹を肥やしてるんだから、立派な詐欺罪だよ。でも、そんなこと。じゃあ払わなかったら私捕まりますか？ママ友達が警察に被害届け出したら、そうなるだろうなきっと。そんなの困りますよ。私捕まったら子供も困るし。まあ夫に相談してさ、とりあえず50万円なんとかしたらいいよ。それ持ってちゃんと謝れば、きっとママ友達も許してくれ。いや、許してはくれないだろうけど、一応訴えられはしないんじゃない？うちに50万もあるわけないじゃないですか。貯金だって全然ないし、そんな大金払えませんよ。なんでだよ、今まで荒稼ぎしてきた分はどうしたんだよ。そんなの使ったに決まってるじゃないですか。すごい浪費家だね。じゃあもう新宿のキャッチにお願いするしか。そんなことできるわけないじゃないですか。ねえ、なんかいい方法ありませんかね。っていうか、払わなきゃいけないもんですかね。さあなあ、俺たちの普通で言えば、払わなきゃダメだろうな。はあ、出た、普通。ちょっと、私の普通が正しいかもだから弁護士に相談に行きます。無料で相談できるとこあるみたいだし。いや、無駄だと思うけどな。無駄なのは、こんなとこにいる時間ですよ。私忙しいんで行きますね、じゃあ。こうして一致忘れを後にして、今度こそ帰ってくることはありませんでした。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。